平面上の点の座標についての第2回テキスト丸三ページ3行目以降ありますが座標平面上の内分点外分点についてお話しいたします少し難しそうな公式が18行目19行目あたりに載っていますけれどもここで述べる事柄は18行目19行目の公式は覚える必要がないということですねそれが重要なポイントですどういうことかと 座標平面上に2点、ラージ A, ラージ B, 4行目ですね。ラージ A の座標が x1, y1, ラージ B の座標が x2, y2, こういうふうになるように与えられたとしましょう。その時に線分 AB を m 対 n に内分する点、その点を P として P の座標 xy、その xy を求めたいと思います。ところで、数直線上に点 AB がある時に、 その点 A と点 B の垂直線上に与えられた AB に対してですね、M と N に内分数点の座標を求める公式は知っているわけです。で、これを平面上の点に応用しようというだけなんですが、その議論の革新、ポイントは6行目以降、ABP という3点から X 軸に垂直に下ろした線分をそれぞれ AA'BB'PP' とする。 つまり A から X 軸を下した垂線の足が A'B から垂線を下した垂線の足が B'P から下した垂線の足が P' っていうわけです。でこういうふうに3点 A'B'P' を取ってやるとこの P' が線分 A'B' を m 対 n に内分する点になるということですね。えこのアンダーライン引いてありますがここが大事なポイントですから皆さんもラインマーカーかなんかでさらに線を。 え、引いてですね、このところの重要性、これを確認していただきたいんですが、どういうことかというと、この右の図を見て考えていただけばいいんですね。斜めの線 AB 上に、AB を M 対 N に内分する点 P が取られています。AP 対 PB が M 対 N ですね。さて、この時に、A から A ダッシュに下ろした水線、P から P ダッシュ、B から B ダッシュ、これ全部、 x 軸に垂直ですから ,a', a pp', bb' 全部平行なんですね。どれも y 軸平行なわけです。で、従って、そういうことを考えますと、ap 対 pb は a', p' 対 p', b' になるに決まってますね。つまり p' が線分 a', b' を m 対 n に内分するということです。平行線と比例というような言葉で習った中学校で学んだ 三角形の相似を利用して証明される重要な性質。それをここで使ってやればいいですね。AA', PP', BB'。それが平行である。という事実によって、8行目、9行目のアンダーラインが言えるということです。で、そうすると A、A', B', P' の X 座標は、それぞれ A の X 座標、が B の X 座標、 から P の X 座標。それと等しいわけでありますから、A' は X1、B' は X2、P' のところは X となりますね。の数直線における線分の内分点の公式を用いて、12行目のように、X イコール M たす N 分の N 倍の X1 プラス M 倍の X2 こういうふうに表せるはずだということですね。この12行目の結果、 これはですね、ちょうど10行目あたりにある X 軸上の図。この X 軸上で A' の座標が X1、P' の座標が X、B' の座標が X2、その事実に基づいて12行目の式を出しているわけですね。よろしいですかで、この12行目の式、この X 軸上に関しては出すというのは、これ数直線上の公式ですから、もうすでにやっているところのものですね。で、同様にして Y 軸についても、 3点 ABP から Y 軸に水線を下ろして、でその水線の足を A2 ダッシュ、B2 ダッシュ、P2 ダッシュなんて置いてやって考えてやればいいわけですで。そうすると同じようにして14行目の結果が得られるわけですね。このような X 座標、Y 座標を持つ点が点 P であるわけですから、点 P の X 座標、Y 座標が12行目と14行目で与えられているっていうことです。 で、それをまとめて書けば、18行目のような形になるっていうわけです。でも18行目の式、これまとめて書く意味ないですね。なんでかっていうと、私たちは12行目の結果を導いて、12行目の時は数直線上の公式を用いて求められるって言いました。で、14行目の公式に関しては、Y 座標についても同様にするとって書いてあるだけですね。つまり、実際上、この計算、考え方をやってるだけであって、計算をここで反復しているわけではありません。数直線上の 点についての、数直線上の線分についての内分点、その座標を出す公式、それを X 座標についても考えてる、Y 座標について考えてる、それを二通りやったっていうだけであります。従って、そういう,こうストーリーさえ分かっていれば、18行目の式は覚える必要がない式だっていうことですね。 当然のことながら、M と N が等しいとき、M 対 N が1対1のとき、まあ、M と N に1を代入したと思ってもいい。でそうすると、中点の公式っていうのが出てくるわけですね。19秒目の公式はよく使いますけれども、これも覚える必要がない。 公式であります。え、外分点に関しても、二0行目同様にしてって書いてありますが、これも覚える必要がないということが大事なことですね。数直線上の点についての内分外分の公式、これを X 座標 Y 座標に分けて考えているだけ、ここがポイントです。実は皆さんの勉強がもっと進んで、ベクトルという理論について勉強いたしますと、このテキスト丸3ページの18行目21行目のように、 X 座標、Y 座標に分けて書いていることは、実は全く本質的でないということがはっきりと分かるようになります。まあそうは言ってもですね、当面は X 座標、Y 座標で座標平面で考えているわけでありますから、その X 座標、Y 座標、それが数直線上の内分点、外分点の公式、それを用いてそれを別々に表現するという考え方、それをきちっとマスターしておくことが大切です。 でそれを確認するために、丸4ページの1行目から3行目までの問い、これをしっかりやってみましょう。2対5に内分する点、外分する点の座標。5対2に内分する点、外分する点の座標。それをきちっと出すということです。4行目の例。これはなかなか重要なあ応用でありまして、 点に関して対称な図形とか対称な点っていうのを考える。これ点対称移動って言います。私たちの問題では、点 A12 に関して点 P3-1 と対称な点 Q の座標。これを求めなさいという問題ですね。えー、図のように点 A と点 P が与えられたときに、A に関して点 P と対称な点 Q というのは、要するに PQ の中点がちょうど A になる。 そういう点なんですね。そういう A に関する対象点っていうのは、A の周りに180度回転した点、そういうふうに言うこともできます。まあ、しかし、この点対象という概念とても大切ですから、の点対象という概念は、実は中点を利用して特徴づけることができるということ。これをしっかりとマスターしてください。すなわち、6行目、えー、ですね。点 A は線分 PQ の中点である。 逆に線分 PQ の中点が A となるような点 Q が A に関して P と対称な点 Q ということなんですね。この6行目のこの短い言葉ですが、ここがすごく大事ですから、ここのアンダーラインなどを引いてください。点 A は線分 PQ の中点。でここがキーポイントです。でそうすると、Q の座標を求めるのに、Q の座標、5行目のように AB っていうふうに置いてたとすると点 P の座標が3-1と分かっていて点 Q の座標 AB と置きましたから中点の座標は8行目9行目の左辺のように X 座標は3 2分の3プラス AY 座標は2分のマイナス1プラス B こういうふうに出すことができるわけです X 座標同士足して2で割るそうすると中点の X 座標 Y 座標同士で足して2で割る そうすると、y、中点の y 座標というわけですね。その x 座標、y 座標がそれぞれ a の x 座標、y 座標である1、2に等しいということから、8行目、9行目の方程式が立つわけですねで。この方程式を a と b について解くと、a の値、b の値がマイナス1、5っていうふうに求まる。ということは、q の座標が点マイナス1、5。x 座標がマイナス1、y 座標が5。こういうふうに分かると,ということです。で、また、 あ中に書いてあるように、点 Q の座標というのは、実は A と P が与えられれば、線分 AP を1対2に外分する点である。そういう事実を利用すると、外分点の公式を用いて求めることもできるということですね。しかし一般に公式に頼ると、公式を間違って使ってしまったとき、あるいは公式そのものの記憶が怪しいとき、 えー、とんでもないことになりますね。ですから、公式に頼らない考え方、あるいはできるだけ単純な公式で問題を解くことができるという考え方、それが有力なわけですね。中点の公式っていうのは覚えやすいものでありますから、8行目、9行目のような考え方、これはなかなか憎いと思いませんかそれを支えているのは6行目。点 A は線分 PQ の中点。この、いうふうに問題を捉え直すということです。 これを考え方を身しっかり身につけていただくために、ね、16行目以降の問い最初の問いはまさに同じ問題でありますねそれからちょっとした応用問題が18行目の問いであります与えられた3点に対し3点 ABC に対し ABBC を隣り合う2辺とする平行四辺形の第4の頂点を D とする、まあ、平行四辺形 ABC A, B, S, A, S. A. abcd っていうわけにいかないですね。abdc ですかね。abdc そういう平行四辺形を考えるということですね。その平行四辺形の第四の頂点 d の座標を出すときに、まず対角線 ac の中点 m っていう座標を求めておくと、対角線が互いに他を二等分するという性質、それを利用することによって d の座標を出すことができる。これがこの問いのキーポイントです。